ことで、暑いね君は。抱っこするとおでこです。今日は今日はもうね、暑いし暑いし暑い。てってるワーク。邪魔するよ、こっちに来るの。10人1人引っ越すから明日は離島ガチャいいの来ないかな。なんかね、結構ね、何回回しても微妙な時は微妙やしね。もう クソガキそうやってすぐキーボードを踏みしめて人の。ジュン君をお迎えするためにキャンプサイトゲームでしょ。私はずっとジュンとジャックのために、あの10人を8人のまんまにしてて、土地が2つ空いてるっていうね。もう家の場所しっかり決めてるのに、ずっとなんか貸し土地状態っていう。ニコリーすよん。こら、こら。あなた、あなた、そうやって勝手に一人の布団で寝て。諦めずにそうやって登ろうとするのやめて。気がついてる。ほら、ゆうたん何歳？まだ0歳だね。もうすぐ1歳だよね。5月の何日生まれでしたっけ？ビヨーン。もう最近めっちゃ喋るようになった。なんか何なんか分からへんけど、勝手に上とか下行くくせに、なんか追っかけてほしいみたいで、多分ね、予想では、人間の予想では追っかけてほしいみたいで、なんか3階とか1階とか行って、なんか勝手に行って泣いてるんですよ。勝手に行ってなんかニョーンっていって、いつも私の部屋がドア閉まってる時もなんか泣いて開けろって言ってくるんですけど、そう、ね、せっかく鼻整理してるのに雨降ってきてまた増えちゃう、うる。私はもうなんか色作るために増やしてるから、もういらん、普通の既存の色のやつとか増えたらもう速攻売ってる、めっちゃ。とか母が岩固定のために埋めてたから
全部そこに埋めに行くとか。あ、どっか行った。あ、出てきた。ほら、後輩ずっと頑張って、もう青バラを作るためにまだ頑張ってるけど全然できないですね。青バラがもうしぶといしぶとい、なんて早くできてほしい。猫は人に向けてしか鳴かないってチコちゃんが言った。あ、でもなんか本当に猫同士はなんてやろな、なんか鳴かなくても伝わるんですって多分イカくんの時めっちゃ泣いてるけどな。金バラ作りたいね。黒バラはもなんかめっちゃできてるんよ。めっちゃっていうほどではないけど、黒バラは思ってる以上に勝手になんかもう自生してて、ほんまに青バラ青バラを頑張ってる。金バラは黒バラに金のじょうろで水やるんじゃなかったっけ多分。あ、目に木が入ったわ、痛い。攻略みたいいくらでも出てくるよ是非調べてください。笑って寄りくださいもうでもさ、今さもうバラとか取りに行く必要ないもんな。全部レイジが売ってくれるからもはやって感じ。母もなんか昨日から結局なんかいろいろ思い立ってお引っ越しして、私のところ環境具を保ってたんですけど、もう何物を置くためにもう泣く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 しまって、スズランが生えてこない時間を過ごしたけど、まあ自分もね前に引っ越した時に手伝ってもらってるから、まあ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 手伝うしかない。スズラン全然増えへんよな。なんかしかもあの場所を移動させるんやけど、場所を移動させるんやけど、なんか何毎回同じところから生えてくるんよ。なんかそっから出てんのっていうぐらい。ほんまにスズランやって3本。あ、崖の上の橋っていう条件があんねや。そう、なんか私んところはキャンプ場のところなんかちょっとなんか作ってるんですけど、周りもなんかちょこちょこ、なんかちょうどそこのキャンプ場を崖の2段目の3段目って言った方がいいかな。1平地、崖1、崖2の2段目のところにキャンプ場置いてて、そのキャンプ場のその下の1段目にちょっとなんか無人販売所みたいな、田舎の道とか通ったらあるじゃないですか、野菜とか餅とか売ってるあの人おらへんけどお金入れとってくれる、お金置いとくみたいな、あれっぽいのを作っててそしたらなんかそこまでの坂登ってすぐのところにいつも毎回なんかスズランが生えてて、もう何って感じ私の島はなんか唯一まともなのが公園ぐらいじゃないかな。多分なんか可愛いっていうか、あー公園ってなんかわかる感じの。な
んかあの映えスポットみたいなの作ったんですけど、あの遊園地を作ってるんですよ。映えスポットを作ったはいいものの、なんかディズニーみたいなのを意識してこう遊園地の周りをちょっと掘って結局川にしちゃって結構なんか予定してたなんか土地よりちっちゃくなっちゃってなんか質素な遊園地になりそうな予感が私んところのティーカップの色めっちゃ可愛くてめっちゃ合うんですよ。だからなんかイースターの卵ので作してるんですけど、遊園地の場所をイースター家具はだからめっちゃ遊園地に合うなと思ってる個人的に。てか実際 YouTube でやってる人は結構多いやけど、そうなんかな、何の話してたっけもう幅がほとんどない私も島ティーカップ黒だったから交換しまった。黒ってなんかちょっとさ大人っぽい柄のやつじゃない？なんか今のところがパステルカラーで、なんかその一個前がなんかカラフルっていうか赤とか緑とかそういう原色っぽい感じ、どっちも結構可愛いんですけど、なんかイースターの雰囲気に合うのがそのなんかパステルのコーヒーカップでこっちやなみたいな。なんか前に街灯が白で、そうで今変えて黒かな、なんか暗めの色、黒じゃなかったかな、何色だったかな、黒になったんかな、でめっちゃショック受けててで白の街灯が多分前の時にできるだけ発光しとったからちょっとなんか助かってるけど、今のところもうほんまに村全部に街灯張り巡らそうと思ったら多分無理やから、ゆうみちゃんところが多分街灯白っぽかったから欲しくなったらもらうしかないなみたいなそんな企みをしてます。でなんかなぜか謎こだ、なんかイメージ的に電話ボックスが赤なんですよね。外国のなんか電話ボックスみたいなあれじゃないですか。で絶対赤がいいよなって、その一回引っ越ししてセーブデータを変えた時に赤になって、今めっちゃ嬉しい。もうでもまあ嬉しいけど一個しか出さんよなデアボックス赤羨ましいですでしょ。もうちょっと島整ったらみんなで通信会しましょう。なんかツイッターかなんかどっかで呼びかけるんで、もしかしたらなんか出入りが私に限ってそれはないと思うんですけど、激しくなったら通信してるところじゃねえみたいなことになってしまうかもしれないんですけど、もうね無差別通信会をやりましょうぜひはい、なんかパスワードとかなんか送っていただいたら時間あれば訪問したいなとか思います。めっちゃ楽しそうな集まりの話しかしてない集まりやりだしてからぜひ貢いでください持ってなさそうな家具と何なな、あそう旅行券ぜひぜひ貢いでください最低あつ森以外やってますか？あつ森以外はなんかそういうのはあんまやってないな、交流できそうな。最近ほんまにエイペックスを昨日めっちゃ久しぶりにやってやばかったなんか三人称の方でまたなんか慣れすぎてもうめっちゃ目まぐるしくてびっくりしました昨日一人で、あ友達とDIY レシピも頑張って集めます。あそうお墓のレシピめっちゃ欲しいんですよ。洋風もそうやし、あびっくりした、こら登りよった
こっちから無理やからあっちから登るよって。和風も洋風もめっちゃ欲しいお墓。あ、そろそろお時間ですか。そんな喋ってました。私こんばんは。ということで今日はそろそろ終わりまいし、13位きなこもち、32位そかぜ、31位ふみち、30位たからのさん、9位ぺけとんさん、8位ふるさとのゆさん、7位ひまじんさん、6位かまかりさん、5位チキンナンバさん、4位リベルさん、3位うののしかさん、2位マイルドさん、そしてこの1位はるるんさんでした。ということで、またあつ森会できそうなら呼びかけるので、西沢るりなってツイッターで検索するとすぐ出てくるのでフォローしといてください。宣伝が雑。ありがとうね、みんな。いや、ほんまに島整備したいんやけどさ、何利益目的の果物園をちょっと結構張り切って作った時に、端っこの真ん中あたりに作っちゃって、ちょっとなんかどうにもなんかしにくいデッドスペースが結構多くて、なんかちっちゃいスペース埋めるのに小規模でできそうな、なんかお飾り方法あればぜひ教えてください。ということで、おやすー。